舞台挨拶で新メンバー紹介したんですけど、はいそうですよね、監督の許可もなく、監督も普通の舞台挨拶だと思ってて、ダチョウさんに一くだり終わったら、はい、袖に新しいメンバー待ってるんで、うん、パート3を発表するような雰囲気に持ってくんで、はい、新メンバー連れてきてくださいっていうお願いを当日当日したんです、ね、当日誰か呼びに行くとかいうか、なんか俺ロボットでも連れてくるのかと思ったでも事の発端は、はい、そんなに人が埋まってなかったんですよ。1週間前だから宣伝部から連絡が来て、やっぱり監督もすっげー面白いの作ってくれたし、ワン、はい、も面白いし元宮さんも出ていただいて、うん、なんか順列としてできることないかなと思って、うん、それやったらもうここで行ってみようかみたいな。もう今本邦初公開ですけど、これが今日なぜあの場でメンバーを発表したかの本当の理由です。これ本当は新メンバー その発表はいつ頃の予定だったんですか。そう1月行ったりすぎましたって